キャセイドラゴン航空、キャセイドラゴン航空、キャセイドラゴン航空、国体交流航空、キャセイドラゴンとは、香港を拠点としている航空会社のブランド名である。正式社名はである。1985年5月、香港マカオ国際投資の100%出資により、香港ドラゴン航空が設立される。同年7月には、 マレーシアのコタキナバルへ向けてボーイング737から200アンペア型機1機で運行を開始する。1986年にはタイのプーケットへの定期便とチャーター便形式での中国国内6都市への乗り入れ開始する。本社屋は香港国際空港内に位置する。航空券の座席予約システム CRS はアマデウス IT グループが運営するアマデウスを利用している。 1990年には、中心体不遊原講師スワイヤーグループ及び、キャセイパシフィック航空が、株式の89%を取得。以後スワイヤーのグループ企業として、同グループのキャセイパシフィック航空とは密接な、業務提携関係にある。1997年には、それまで、キャセイパシフィック航空への委託業務であった、貨物部門を自社部門として設立する。 1999年にはマイレージプログラムであるアジアマイルに参加。2001年6月にはジャルマイレージバンクにも参加を開始した。かつて香港ドラゴン航空における資本割合は中国航空集団有限講師が43.29%、中心体不有限講師が28.50%、対国分有限講師が7.71%、 キャセイパシフィック航空が17.79%、その他が2.71%となっていた。しかし2006年6月9日、キャセイパシフィック航空と中国国際航空との間で資本の相互提携等が行われ、その一環で香港ドラゴン航空がキャセイパシフィック航空が100%出資する完全子会社になるとが発表。これで キャセイパシフィック航空が進出できなかった、上海戦闘に進出することになった。2007年11月1日にワンワールドへ正式に加盟した。今後も数年はドラゴン航空としての便名は残るものの、実運営面の効率化は進んでいる。成田空港でもドラゴン航空単独の事務所はすでに閉鎖され組織はキャセイパシフィック航空に統合されていい。 成田では、か、就航当時は、両社が第1、第2と別々のターミナルで運航していたが、2007年6月1日より、第2ターミナルに集約された。2016年1月28日、ブランド名を、キャセイドラゴン航空に変更することが明らかにされ、2016年11月21日より、実施された。日本乗り入れは、チャーター便で実績を積んだ後、 1988年に、鹿児島空港に就航したが、1994年に、運休。1985年から1987年頃までは、愛知県豊山町の名古屋空港に頻繁に、臨時チャータービンを飛ばしてたが、中部国際空港開港後は、キャセーパシフィック航空による大型機、B777 型機のリーレが実現したことや、2010年代に入ってからは、 同じ香港席の香港エクスプレス航空の名古屋、就航もあり、最国際化後の羽田線などの新規就航路線開拓に力を入れている。また、1992年には広島空港に、1993年には仙台空港にそれぞれ就航したが、2003年にアジアでも多いを振るった重症急性呼吸気象群の影響で、両線とも運休となった。 2004年にはこの両線を統合する形で、成田線が就航した。2007年10月28日から、親会社のキャセイパシフィック航空との日本路線の再編整備に伴い、成田線をキャセイパシフィック航空に移管し廃止し、福岡線にキャセイパシフィック航空の福岡台北、港線を保管する形で新たに直行便就航し、仙台線を再開した。しかし、 仙台線を2008年3月29日で定期便を休止、福岡線を2009年5月31日をもって定期便を休止、以後チャーター便で対応していたが、2010年10月31日より福岡への定期便が再開された。日本語版プレスリリースを参照。2010年10月31日より那覇空港に就航した。 2015年3月29日より、羽田線、ディリー1往復を新規開設し、再び東京へ進出した。2015年8月16日より、広島線を再開した。2017年10月29日をもって、羽田線を運休。その一方で、福岡線を、キャセイパシフィック航空の福岡台北香港線の運休に伴い、機材を大型化した。 2018年3月1日より羽田線を運行再開した。ダイヤは従来の深夜便から早朝便に変更し、2018年夏スケジュールも継続運行する計画である。2018年12月19日より徳島空港に就航予定。機内クラスはファーストクラスビジネスクラスエコノミークラスの3クラス制である。ファーストクラスは エアバス A330 から300のみに設定されており、その他の機材はビジネスクラスとエコノミークラスの2クラス製になっている。機内サービスはスカイトラックス社の調査において6年連続でベストエアラインチャイナを受賞している。香港から中国本土一部コードシェアビン行機の便を含めて旅客便はアジア各地の32カ所に就航している。 香港ドラゴン航空のカラーリングは機体全体が白を基調として尾翼にはロゴマークの赤竜が塗装されていた。またこのマークは左右エンジンカバーにも描かれていた。機体全部には赤い文字で中国語表記である港流航空の文字と黒い文字でドレアゲネアとペイントされていた。2016年のブランド変更と同時に新塗装も発表され、 その初号機となるエアバス A330 から300機体番号 B 表4月11日のか900便、香港発北京業より就航を開始した。今後約5年をかけて、原油機材をすべて新塗装に変更させる。この新塗装は、親会社のキャセーパシフィック航空とブランド共通化を図る目的で、美翼は、 赤色地にキャセイパシフィック航空と同じブッシュウィングを使用。機体全部にはキャスドラゴン国体交流の赤い文字に赤い竜を描いたデザインに仕上げられた。備考欄にリニューアル実施済みと記された機材は全クラスの座席に個人用モニターが設置されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。